実は消費カロリーが低い運動。以前消費カロリーが高い運動のランキング言いましたけども、今回は意外と実は低いよっていうのを紹介していきます。第3位、筋トレ。よくダイエットで筋トレ頑張ってる人いると思いますけれども、筋トレ自体は有酸素運動ではないので、そこまでカロリーが高くないです。1時間がっつり筋トレしてもだいたい300キロカロリーぐらいです。第2位はヨガ。だいたい1時間で150から200キロカロリーです。ただヨガは血行促進とか新陳代謝の向上とかいいことはたくさんあるので、ダイエットでヨガするのはいいことだと思います。1位がウォーキングで、1時間で150キロカロリーぐらい。意外と少ないなって思うかもしれませんけれども、立派な習慣になって毎日続けられるんであれば非常にいい運動だと思います。